ンポン。ヤクミツル。では、今回はこれまで。バイバイ。待て。出落ちがすぎるわ。開始10秒でエンディング入る動画があるかどうか。あ、ちなみに、これは2016年時点の情報なので今調べてもこうなりません。あしからず。ちなみに、今はフルサービスと出とるな。というわけで、今回は、様々な言葉を Google 翻訳にかけていきます。あ、そうですか。はい、まずは、ドン、ルーオーシバヤン、次も、ドン、なんやねん。さらに、ドン、ほんまなんやねん。まあ、まだ機械での翻訳は難しい言うことなんかな。いやいや、テクノロジーは日進月歩。もちろん、日々進歩と改善を繰り返しているのです。ほう、この結果から数ヶ月後、しっかりと改善されてました。ほんまか？これを見よう。おぉ。変わらねえじゃねえか。ちょっと語順が変わっただけじゃねえか、ふざけんな。いやでも、すごいでしょ？いやまあ、すごいはすごいんやが。まあ、ここまでは2016年時点の情報なので、実際、今はかなり改善されてるみたいですよ。そうなんか、気になる方は調べてみてね。ね、尺稼ぐためにカメラ翻訳もやります。尺稼ぐためって言うな。っていうかカメラ翻訳って、カメラに映った文字を翻訳する機能です。ほう、そらすごいな。はい、ドン。トーマス炭酸で動くんか。お次も、ドン。なんやろう、危険な香り。さらに、ドン。何通も読み込んでんねん。これからの進歩に期待が持てますね。せやな。ピンポン。ポケットモンスター、略してボンタ、略しどころが違う。お前それ棒たぬきさんやろ、やめろや。ポケモンベッドだぜ。ポケモンをベッドすんな。クズかおめえは。ついにやりました。なんとアニメ、ポケットモンスターの主人公サトシが、念願のリーグ優勝を果たしました。お、そりゃめでたいな。初代から、ファンの先生としてはとても感慨深いですね。お前いくつや。そんなニュースを聞いて、先生は、ふと、初代のゲーム攻略本を見返しました。なぜに？いやでも、これが結構いいコメントが書いてあるんですよ。へえ、そうなんか。例えばこちらのポケモン、サンダースか。こういったコメントをいただいてます。技マシンがなければただの犬。え、なんでそんなにやさぐれてんの？きっと納期に追われてイライラしてたんですよ。なんかちょっとリアル気味な回答をやめろ。お次はこのポケモン、カイロスか。カイロスさんはこんな感じですね。虫属性のくせにその攻撃を全然覚えないのが勘弁。アスモウちゃんはこんな感じ。これといった取り柄がない。辛辣すぎやろ。なんやねんこの攻略本は。ニドランを押す。角生えてるので角取りるが覚えられるかだからなんだという程度。こらこら、ストライク。覚えられる技がヘボくて話にならない。おい、ブースター。避けた方がいい炎属性への。やめろよー。やろ。みんな頑張っとるんや。そない言うことないやろ。どうですよ。ね、はい、一件落着。なんか腹立つな。ちなみにですが、はい、先生は進化するとこうなります。無機物。ピンポン。私ってきえい口先女の予行演習。いやー、最近オシャレに目覚めちゃって。オシャレな人は塗りがはみ出たりしないんだわ。見て見て、オシャレメイクの必須アイテム。なんやチンク。それチョークじゃね。え、でもちゃんと色塗れますよ。色塗れるか否かで判断したらペンキでもええことになるやろ。バカか。そんなんしてたら肌傷つくやろ。で、丈夫で丈夫。もちろん毎日のスキンケアは欠かしてませんよ。ほう、何しとるんや。ミネラル豊富な泥がお肌に良いと聞いたので。お、そこら辺のいい感じの泥を顔に塗り。そこら辺の泥はただの泥だよ。そして汚くなった顔を石鹸で洗い流し。汚くなってんじゃねえか。やめろや。最後に保湿のための顔パックを。それは能年だよ。それで何を保湿してんだボケ。しかもなんか雰囲気怖すぎるんやけど。それ大丈夫なんか。大丈夫。ちゃんと曰くついてます。なんでいい笑顔なんだよ。とっとと手放せ。大丈夫ですよ。ほらね、そんな曰くつきと言っても実際になんかけけけけけけけ。早速操られてんじゃねえか。早外せ。我はメシア、世界の混沌を望むものなり。見た目とは裏腹に洋風なやつ出てきた。ほら、あはん。私は一体大丈夫か。案の定面に操られてたのをうちが助けたんやで。そうなんですか。ありがとう、あかりちゃん。くけけ。なんかちょっと残ってるが、まあそのうち取れるやろ。あ、なんかちょっとお肌荒れてる気がする。そりゃ素肌にチョークと普通の泥塗ったらそうなるわ。ちゃんとパックしなきゃ。新しい面を出すんじゃねえよ。何枚持っとんねん。